準備が多かったり、
その人が一人存在するっていうことはよく歴史があったり物事をですね、そういったことをよく感じながら、物を見ようっていう気持ちを最初にすごく思っています。で書もそうなんですけど、まず掃除から始まります。掃除をしっかりやって本当に身の回りをきれいにしてから、墨を切り始めて筆を通してゆっくりと書く。で書く時間なんて掃除の時間からしたら本当に一瞬で終わってしまうんですけれども、その一瞬のために、窓をきれいに拭きますし、床も掃除しますし、周りは余計なものは置かないようにしますし、いろんなことに気を使いながら筆を取っていきます。で今回、こういったことを木本さんに話したときに、こういう言葉がありますよということで、その言葉を教えていただきました。明るい窓に清らかな、机、身の回りを整理すると本当にいろんなことがこう入ってくるような気がしていて、僕もその言葉にすごく共感をして、今回大きいパフォーマンスですとすごくこう、強く字を書いたりするイメージがあるかと思うんですけれども、本当に一画一画、皆さんの、見ている自然とかその美しい雨の景色だとかそういったことを、感じながら一画一画書いてみました。もし何かまた、今年の半年が終わってまた新しく後半が始まります。で新しいことをまたやろうという気持ちがある方もたくさんおられるかと思います。そういう方たちに、向けても、まずその自分の整理というかそういったものをしっかりして、臨むと本当に僕の経験としてもいろんなものが入ってくるような気がしていて、います。なので、皆さんにこの4文字をプレゼントしますので、また後半、今年の後半も一生懸命、私も頑張りますし、皆さんと共にこういった機会をいただいて、本当に光栄に思います。本当にありがとうございました。いかがでしょう。こういった迷いのない字を見るというのは本当にいつぶりかと思われたと思いますが、お話を聞くと実は毛利さんですら文字一瞬一瞬迷ってた、不安があったということがお分かりになったと思います。この文字、明るい窓、清らかな机、これね、書院のことなんですよ。私たちが景色を見ながらそこで書を読んだり文字を書いたりする書院のことでもあります。でも私たちどうでしょう、窓というのは開けないと暗いままです。でも暗い世界、その暗闇を色っぽい書って外に出せば明るくなるかっていうのはそうじゃないです。窓をほんの少し開ける、もしくは高速一本でその暗闇は明るい世界に変わっていきます。そんな瞬間ですから、清らかな世界の前の掃除の前の瞬間、汚れた世界っていうのは清らかな世界が私たちの前に来る大切な瞬間です。ですから私たちは汚れた世界も暗い世界もそこを明るくするための第一歩を踏み出したい。一歩目がないと二歩目はありません。一歩踏み出すところから私たちは道を作ることができます。毛利さんからこの言葉を皆さんにお届けすると言われました。何もこの大きな紙お持ちになりたい人はお持ちになっても良いですが、大切なことはこの言葉、これを心に刻みつけて持って帰るということなんですよ。毛利さんの気持ち、描かれた書、そしてこれが伝えられてきた歴史、こういったことを私たち心に刻み、気持ちよく過ごすことによって、この4文字、毛利さんからの贈り物、これを次の半年に私たちは大切に育て上げていくことができると思います。文字も気持ちも一歩目から、そしてその文字を育てていくこと、私たちはその育てる気持ちがないと物は枯れていくだけです。どうぞこの文字を毛利さんからいただいて、残りの半年精一杯明るく、そして汚れたままでもきっときれいな世界につながる一歩目を踏み出していきたいと思います。毛利先生ありがとうございました。